木梨誠一郎明治43年4月26日は、日本の内務官僚、陸軍軍人、政治家。最終階級は、陸軍不評中佐。男爵、金警官志向。別名を、久し淳、号は、九歩。長州藩士、木梨彦右衛門の着難として生まれる。母親戦争には、東海道陳武総督参謀や、東西大総督府参謀補助。 大内武装特参謀、仙台追悼総軍官を歴任し、戦後、軍港により、衛星商店450国を受けた。長州半平第一大隊長を経て明治4年に、上京、兵部省に出資して、兵部省進むとなる。明治5年の陸軍省創設後は、陸軍省進むとなるが、明治6年8月、伊願面本官となり、遺械の返上をした。 明治7年7月、内務省7等出資となる。明治9年2月、内務省進むとなるが、同年9月、山城屋事件に連座して、平門49日の処罰を受けた。翌年1月には、内務省職官に就任。明治13年3月に、陸軍軍人としては、交尾役となり、同22年9月1日に退役した。明治14年3月、 県新潟県大書記官となり、長野県令や長野県知事、元老院議官、貴族院議員を歴任した。明治23年10月20日、近景観志向となる。明治29年6月5日、断尺。明治43年4月26日、滞在先であった京都市三幸町の旅館にて死去する。去年65、ありがとうございます。